ちょっと来ない間にですね、皆さんも成長しちゃってですね、なんと、ろくろを回してるだごめんね、邪魔しますよ。レガバワル。ああ、酔っ払ってるし。集中力ですね、相当な。奥さんが病気で寝込んでるって言って、旦那がこうやって陶芸してね。悪いね。それで調子どうですか？あ、結構。うん、もうそろそろ復帰。もうあの買い物を買ってこっていい。ああ、よかったですね。いや、これは奥様の愛妻の湯飲みを。それとも、自分が使った。自分が使います。いや、驚きました。バレなければね。そうですね。ああ、もうだって、僕にも後に習ってますもんね。いやいや、大したもんですよ。もう、これはまた。お邪魔しました。どうもすみません。